何が出るかな。あ、これは何がもらえるんですか。おめでとうございます。町で一番歌がうまい選手権4位の方のサインです。商店街で当たりが出ない福引きをやった結果、この商店街の生地屋さん、質とか柄がいいの揃ってるからたまに来るんだ。お店の雰囲気、昔ながらって感じがいいね。私の名前は水戸ゆりか。今日は幼馴染の獅子原颯太と商店街の生地屋さんに来ています。カフェカーテンの生地だ、かわいい。部屋の模様替えするときに使おうかな。颯太は裁縫が得意で女子力が高い。でも実はこう見えて、かつてヤンキー抗争区域をたった一人で一掃した伝説のモテヤンでもあるのです。これも、あとこれも捨てがたいな。そんなにたくさん買うの？生地はいくつあってもいいからね。この後喫茶店とお団子屋さんにも寄りたいって言ってたよね。その分の計算してる？ま、今回はこのくらいにしておこう。どうもありがとうね。はい、どうぞ。福引き券だよ。福引き？今この商店街で福引きをやってるんだ。君たちいい時に来たね。景品は温泉旅行チケットや家電、ゲーム機とか豪華なのもあるから、ぜひやってってね。3等に超音波加湿器、5等にプロテインセット、さっき棚に戻した生地を買うと福引き券もう1枚渡せるよ。諦めた生地やっぱり買う。福引き券2枚あれば俺とゆりかで1回ずつ引けるでしょ。福引きの景品ありがとうね、颯太。私の分まで。いいよ。もともとあの生地も買おうと思ってたし、俺だけ福引きやるのもなんだしね。景品は1等から20等まで。残念賞でも生活に役立つグッズを用意してるって。早く順番来ないかな。はい、ティッシュどうぞ。次の方。はい、ティッシュです。また挑戦してくださいね。なかなか当たらないもんだね。おめでとうございます。思い出の第2ボタン。誰の？こんなのもらっても。な、何その景品。写真1本、どこかのおじさんの似顔絵タオル、見たことないスナック菓子。ユニークな景品が混じってる。写真はまあ使えるね。前の人たちがあれだけ外れ出してるし、一等もそろそろよね。あなたたちも一等の温泉旅行ペアチケット狙ってる？カップルだものね、当てたいところよね。え、いや、俺たちはカップルじゃないです。それに違う賞を狙ってるので。あら、そう。ま、一等どころかそれ以外の賞も私が当てるけど。よし、ついに俺の番だ。何が出るかな。水色？これは10等、サイン色紙当たりました。サイン？誰の？町で一番歌がうまい選手権4位の歌のマドンナマリコさんのサインよ。誰？おめでとう。マドンナマリコさんのサインなんてよかったわね。ありがとうございます。じゃあ次は私の番。緑は12等。はい、壊れかけのラジオです。いえ、レディオです。レディオ、聞こえにくければちょっと叩けば治るかも。アンティークとして飾るもよし、修理に出すもよし、あなたの自由よ。さすがにそろそろ誰かいいもの当たらないのかな。変なものばっかり。この福引きおかしいんじゃない？まだ誰も当たりを出せてないだけよ。私が当ててみせるわ。20回分よ。一等は私がもらうわ。なぜ？どうしてなのよ！私は20回やったのよ。それで当たったのが全部。バラのパソコンキーボード20個？いらん！ある意味すごいような。おめでとうございます。アクセサリーとしても使えますから。アクセサリー？こんなのガラクタよ！そう言われましても、
福引きはそう簡単に当たるものじゃないですし。いいえ、わざと当たらないように操作してる。客を騙すなんて最低。こんなボロい商店街より近くのおしゃれなショッピングモールの方が楽しめるわよね。こんなところ潰れるといいわ。大丈夫ですか？ちょっと言い過ぎです。ソータ、この人を休める場所まで運んであげよう。生地屋の奥さんよ、その人。ん？どうしたんだ？福引きで目当ての景品が当たらなくて腹を立てた人が奥さんを責めてしまって。なんてことだ。それで福引き会場を抜けてきたのか。ごめんなさい。ダメじゃないか。福引きをやらないと客が逃げるだろう。え？今のどういう意味ですか？ああ。説明してください。あの福引きに豪華な景品なんてないの。え？近くのショッピングモールにお客さんを取られて、みんなに戻ってきてもらうために考え出したのが福引きだったの。商店街の他のお店でも積極的に客に福引きを勧めて、買い物をいつもより多くさせるよう誘導していたんだ。さっきも、それでソータに生地を多く買わせてたってことですね。申し訳ない。ユリカ、生地のことはいいよ。俺も本当に欲しくて買ったんだし。それより、福引きの嘘はすぐにバレると思います。そしたら逆にもっとお客さんが来なくなっちゃうかもしれないですよ。でも、もうどうすることもできない。商店街の皆さんが同じ思いなら、俺に考えがあります。リニューアル。獅子原くん、手際もいいし処理が丁寧ね。ありがとうございます。裁縫は好きなので。獅子原くん、エプロンはこんな感じでいいかな？バッチリです。ユリカ、ちょっと着てみてくれる？どうかな。うん、ユリカちゃんかわいい。これを向かいの喫茶店の制服にしましょう。レトロなお店の雰囲気に合いそうだね。でしょ。働いてる人たちが私服で営業してるのがもったいないと思って。商店街の他のお店ももっとよくできるかもね。サプリメント系も充実してるといいですよね。ここら辺とか。なるほど、サプリメントか。勉強が足りてなかった。特にシューズの陳列なんですけど、一目で種目とグレードが分かるようにするといいと思います。なるほどなるほど。商店街入り口のアーチはすごく写真映えしますよ。ほほう、これが映えというやつか。 SNS でも使えると思います。毎日見てるせいか気にしてなかったな。写真屋として恥ずかしいよ。あとは照明を変えたり看板もおしゃれにしたり、ここに来るだけで楽しいっていう雰囲気作りをしていきましょう。それでも客が来なかったら、やっぱり考えを最初に戻して福引きをやった方がいいんじゃ。福引きもやるならきちんと景品を用意してください。自分たちで無理なく用意できるものでいいと思うんです。だって福引きはあくまでお楽しみで、本当に手に取ってほしいのは皆さんがやってるお店のものでしょ。獅子原くん、君の言う通りだ。こんにちは。にぎわってますね。獅子原くん、ゆりかちゃん、来てくれたのね。君に言われて反省したよ。商店街のみんなで馴染みのお客さんにもう一度来てもらえるように電話や訪問をして福引きの件を謝罪して回ったんだ。私も来たわよ。あなたは。こないだはきつい言い方をして悪かったわね。私は別に福引き目当てじゃなくて、この商店街が好きで買い物をしているんだから。ありがとうございます。この20枚の福引き券使わせてもらうわよ。よかったね。一件落着かな。商店街に活気が戻ってきて、君たちには本当に感謝してるよ。これからも新しいことを取り入れながら、お客さんに楽しんで買い物してもらえるよう努力するわ。俺、お二人のやってる生地屋さんも大好きなんで、また行きますね。ありがとう。そうだ、福引き改めてやっていって。今度はちゃんと当たりますか？もちろんよ。今度はあんなしょうもないガラクタみたいなハズレないわ。5等プロテインセットです。え、やった。
よかったね、ゆりか。よし、俺も当てるぞ。あ、1等大当たり。え、1等って温泉ペアチケット？はい、2人で仲良く楽しんできてね。俺とゆりかで温泉。俺たちはいいです。あ、じゃあ私もらおうかしら。え、さっきの20枚また全部外れちゃったのよ。あ、いや、これはお二人で言ってください。え、いや、そんな。私がもらってもよくてよ。私の幼なじみは伝説の元ヤン。今回はソータの女子力によって商店街に活気が戻ったのでした。おまけ、いつも動画を見てくれてありがとう。今日は皆さんにお知らせがあります。なんと、また俺たちの姉妹チャンネルができました。ブン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 、ヘルー YouTube。 ブンが多いな。デンジャラス爺さん、なんとデンジャラス爺さんが爆誕20周年を記念して YouTube アニメになったぞ。報復 Z、 主治肉林、四方八方絶対絶命、全米と田中さんが泣いたあのデンジャラス爺さんじゃ。絶対見てくれよね。これが新しい姉妹チャンネルなんだ。姉妹というよりおじいちゃんだね。なんだかよくわからなかったけど、多分すごいギャグアニメだね。概要欄にリンクがあるから、気になった人はぜひ見てみてください。それじゃあ次の動画で。またね。チャンネル登録してほしいな。はい、ふざけないでちゃんと言って。チャンネル登録お願いします。